やりほー、キャラクエでー、中野人です。中野人さん、サムネイルに犬やしゃうらせてって書いてたけど、今回はどんなことを教えてくれるんでしょうか。やしゃ姫2期が始まるまでに犬やしゃの情報を集めようと思っていろいろ調べてたら新発見がいっぱいあったんやで、動画にまとめたらおもろいかなと思ってん。今のうちに犬やしゃファンの層も囲い込む作戦ですね。相変わらず個数ですね。まったくこの人は。表には出てない設定なんかも紹介するんで、楽しんでいってもらえたら嬉しいです。そうなんや。それじゃあちょっとだけお時間ください。お知らせです。5月5日の水曜日、ゴールデンウィークの最終日なんですが、犬夜叉完結編の一挙全話同時視聴生ライブをこのチャンネルで開催したいと思います。ツタヤやゲオなどのショップでレンタル、もしくはこちらの各種配信サービスにて完結編全話見れるので、よかったら来てくださいやで。当日はイラストのリクエストを受け付けしたり、ハッシュタグキャラコ12時間でつぶやいてくれたツイートを紹介したりするで、お菓子を食べたりお酒飲んだりするから、一緒に雑談しながらリモート飲み同時視聴しよう。ちなみに Hulu やバンダイチャンネルは無料期間があるので気軽に入会できそうです。キャラコの同時視聴のために入会してくれてもいいんやで。詳しくは概要欄に URL 貼っておくのでチェックしてみてください。長々お知らせしましたが、それではここから本編、レッツヤシャコウやで。レッツヤシャコウ。一つ目は、多分うすうすは気づいてた人もおると思うんやけど、犬やしゃヒロインカゴメのスカートについてやで。え、スカート？めっちゃ短いけど、なんかスカートに設定なんてあるん？実はカゴメのスカートは、カゴメのスカートは？パンチラ禁止。なんやで。パンチラ？パンチラ？マジっすか。マジっす。そういえばめっちゃスカート短い割に一回も見れなかったね。キャラ子的には今日は見えるかな、今日は見えるかなって目かっぽじってリアルタイムで見てた時はカゴメちゃんのスカートしか見てない時期もあったよ。ピッポッパ。警察ですか。ここに変態がいます。怖いです。キモいです。ピッポピッポ。そういう設定がそもそもあったんやね。びっくり。そして残念。設定資料集にパンチラは絶対にさせないでくださいって書かれているのです。徹底してパンチラはしないように描かれていたようですね。ちなみにカゴメの靴下はルーズソックスです。そうなんや。ルーズソックスって1996年から1998年くらいに流行ってたわざとダボダボっとした靴下で、めちゃくちゃ長くてギャルが履いてたイメージやねんけど、カゴメちゃんも履いてたんやね。1996年に犬夜叉の漫画が始まってるので、ちょうど流行ってた時期ですね。ほんまや、流行りに乗ってたんやカゴメちゃん。ダボダボすぎるとあまり品がよろしくないので抑えめにしてくださいとキャラデザ設定に書かれてたで。ルーズソックスって言えば最近またブーム再来してるみたいな記事を読んでんけど、これってほんまなんかな。それでは2つ目を紹介しましょう。お願いします。犬夜叉の父、犬の大将の墓についてです。あの世とこの世の境にある大きい骨のやつやんね。それがどないしたん？実はドラマ CD、あさってっていうのが存在してまして、犬夜叉コミックワイド版の全巻予約購入特典でついてきた CD なんやけど、そのドラマ CD の中で犬の大将の墓がコッパミジンに一度壊れてるんですよ。コッパミジン？え、どうしてそうなったん？犬夜叉が壊しちゃったんです。でもそのドラマ CD 内でカゴメと一緒に墓を修復済みなので、これからの夜叉姫の内容には支障がないので安心していいですよ。いやいや、コッパミジンなんやろ？修復ってできるもんなん？あの粉々なシコンの玉のかけらを集められた方々ですよ。できますよ。カゴメもそう言ってたのでできるんですよ、多分。え、そうか、ならできるのか。このドラマ CD の中で殺生丸が凛へのプロポーズの言葉を言っているのが収録されていて、めっちゃ面白いねんけど、
ファンの間では設定がはちゃめちゃすぎて賛否が分かれてるで。どういうこと？原作ではありえないような行動をキャラクターたちがとってるから、これは公式設定なのか。原作の高橋留美子先生は、漫画に描いていないことは考えていないし、描かないことは考えないと語っているので、これはアニメオリジナルのファンサービス CD だよ。原作とは関係ない設定ですよね。などの声がネット上に上がってたよ。なるほど。原作ファンからしたら設定が矛盾してるとモヤモヤしちゃうもんね。高橋先生は確かに漫画で書いてないこととか、そもそも決めてない設定に関しては質問されても、今そのキャラクターがこうするかなみたいな感じで想像したような返答されることも多い気がする。漫画のワイド版についてきた CD やから公式設定やでっていう声もあったで。それでは3つ目に行きましょうか。3つ目は、殺生丸の母の冥道石があれば犬の大将のお墓に行けるんです。え、そうなん？冥界のワンちゃん呼んだり凛ちゃん助けたりしてたのは知ってるけど、犬の大将のお墓のあるところに行けるとは知らんかったよ。冥道石があれば冥界に行けるので、つまりあの世とこの世の境の妖怪の墓場にある父の墓に行けるんですよ。これもドラマ CD で言ってたので公式設定ではないんかもしれませんが、これが本当なら、本当なら殺生丸の母っていつでも犬の大将のお墓参りができますね。ほんまや、お墓参りしてるんかな。っていうか、今まで墓に行くときに3つの方法あったやん。犬夜叉の右目の黒真珠、火の国にいたゴズメズに転生画を見せる、地獄にいる鉄拳っていう鳥ちゃんの血を使う、ゴブゾウ様が殺生丸や犬夜叉に早く教えてあげてたら、殺生丸が犬夜叉の黒真珠狙う必要なくって、犬夜叉の目がえぐられるグロいシーンもなかったし、火の国にわざわざ行く必要もないし、鳥ちゃんも奈落に殺されることもなかったんとちゃうの？ゴボドウ様は多分ツンデレやから。三四郎。あ、はい。それでは4つ目、犬夜叉が現代に行った時の帽子のことなんやけど、犬夜叉の被ってた帽子のデザイン、実はサンライズのマークにするかちょっと悩んでたみたい。サンライズのマーク、さすがにあざといかということでこのデザインになったようです。そうやったんや。帽子かぶってる時の犬夜叉はめったにないのに、そこまで考えられてるっていうのに驚きました。設定資料集見たらいろんな書き込み設定が多いのでびっくりしますよ。それでは5つ目いきましょう。犬夜叉の最後でカゴメが戦国時代に行ったことについて。カゴメが最後現代に戻ったら井戸が通じんくなって、高校卒業したら思いが通じてまた戦国時代へ行けるようになるっていう、ママとかごめちゃんのやりとり見て号泣した時の話やんな。そうです。戦国時代に戻るか現代に残るか、これを決めたのは実はカゴメの声優の雪野さつきさんなんやで。え、どういうこと？高橋先生が決めたんじゃないの？ウェブで募集した質問に高橋先生が答えるルーミックエスチョンで、高橋先生はこう答えてるねん。カゴメの選択についてはずっと迷っていて、カゴメの声優の雪野さつきさんにどっち選びますかと聞いたところ、犬夜叉と一緒がいいと即答をいただきました。考えるにカゴメは絶対犬夜叉を忘れないし、現代を選んだ場合半分魂を持っていかれたような生き方になりそうで、それはやはり残酷だと思いました。戦国にというより犬夜叉と共にというのがカゴメにとって最良の生き方であったのだと思いますということなんだよ。雪野さつきさんが犬夜叉と一緒がいいって言ったっていうのも素敵やし、カゴメ自身が選択したみたいで、なんかすごいいい話やね。キャラクターがちゃんと生きてるっていう考え方っぽいよね。他にも面白い回答があってですね、殺生丸様が何食べてるのかっていう質問には、殺生丸の食事やはりイメージが湧きません、戦って倒した妖怪の木とか精とか霞みたいなものを吸収している可能性も、フルーツとかはありかもですねと答えていました。確かに想像はできん。凛ちゃんと出会った時の食事も食べてなかったしね。
でも今やったらりんちゃんが作った食事やったら何も言わずに食べると思うねんけど、まあこれからそういったシーンがいつか見れるといいですね。殺生丸一家の家族団らんでの食事シーンはぜひ見てみたいですね。これもびっくりな設定なんですよ。カゴメの実家にいるブヨの性別についてです。え、そういえばオスかメスか気にしたこともなかったかも。どっちな？高橋先生は連載当初はオスかなと思っていたのですが、描いてるうちにこの猫おばあさんではないかとも思うようになりました。メスかもしれません。まあブヨはブヨなので、それぞれの心の中で性別を決めていただければいいと思いますと答えてるで。なんと読者が決めるパターン。じゃあオスかな。でも犬やしゃとじゃれ合ってたこともあったからメスの方が燃えるか。いや、オスもいいけど、いいかもしれんけど、悩むなぁ、ごにょごにょごにょ。どんだけ悩んでるんですか。ということで以上、犬夜叉のオラ設定についてご紹介してみました。他にもたくさんのルーミックエスチョンがサンデーエースに載っていたので、全部読んでみたい方は概要欄にサンデーエースの URL 記載しておくのでチェックしてみてね。おお、気になる。電子書籍は620円やのに雑誌の方プレミアついてて3000円超えしてるやん。買うん雑誌にしとけばよかった。売らないのに何を言ってるんですか。あ、それもそうやな。売らへんけどなんか損した気分になってもうたわ。ほな今回の夜叉考は以上です。これからも犬夜叉のことを深掘りしていきますので、どこかしらに刺さりましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あなたの登録待ってるで。ご視聴ありがとうございました。次回の夜叉考でお会いしましょう。バイバイ。